皆さん、こんにちは。皆さんが昭和時代に飲んだジュースといえば、どんなものを思い出すでしょうか。美味しかったジュース、そうでもなかったジュース、なんだか記憶に残って忘れられないジュース、いろいろあったことと思います。今回はそんな昭和時代の懐かしいジュースをピックアップして取り上げ、当時の思い出と一緒に振り返っていきます。ぜひチャンネル登録をして楽しんでください。では、早速行ってみましょう。まずはフルーツシロップのご紹介。かき氷にかけるあのシロップ、また喉を癒す時に飲むあの薬のシロップや、とろっとした液体状の味のついた飲み物、なんかを思い出す方が多いでしょう。このシロップというのはもともとフランス語で、濃厚な液体の総称、特に粘り気のある糖液を呼ぶ時に、用いられる言葉でした。19世紀後半にはサトウキビを原料とした、砂糖が大量に出回ったこともあり、その糖分を利用してシロップが作られていた、という経過も見られています。主なシロップの種類としては、チョコレートシロップ、コーヒーシロップ、コーンシロップ、メープルシロップ、白樺シロップ、ナツメヤシから取れる、デーツシロップやリンゴシロップなど、主にメインの食品にかけて食べる、フルーツシロップとして、新しく生まれ変わりました。現在でもかき氷や清涼飲料水の味付けなどに、使用されており、皆さんも夏休みには、夜店の屋台などで、シロップをかけた、かき氷を食べたり清涼飲料水を飲んだり、たくさんの思い出と一緒に、蘇ってくるのではないでしょうか。次は、パンピー食品でおなじみの、パンピーオレンジのご紹介。パンピー食品株式会社は東京に本社を置く、明治グループの食品製造会社の名前で、乳酸菌飲料、パンピーの名前はかつて、一世風靡するほど多くの国民の間で、知られ、流行っていましたね。明治グループといえば、チルドデザート食品などが有名でもあり、主に長持ちする食材を一手に引き受けたような、とても家庭に身近な存在でした。その中でも特に乳酸菌飲料が人気を集め、パンピーオレンジやパンピーメロン、パンピーリンゴといったジュースは、多くの人から親しまれ、特に銭湯などに行った時、牛乳瓶に入ったそのパンピー飲料を一度は、目にしたことがあるのではないでしょうか。1960年代から発売されたこのパンピーは、それから長年愛され続け、2020年頃まで製造販売が続けられていましたが、2020年の3月に工場は閉鎖され、今では思い出の一品となっています。次は、サントリーフーズのドリンクのご紹介です。サントリーフーズ株式会社が設立されたのは、1972年と結構古く、発足してからすぐ、ドリンクの人気が次第に伸び始めました。特に有名な商品で言えば、ボスコーヒー、サントリーウーロン茶、ペプシコーラ、CC レモン、マスカットサイダーやナッチアーン、一時一世風靡するように流行った、蜂蜜レモンやアセロラドリンクなど、多くの人が必ず一度は、飲んだことがあるというほどの、破格の人気商品ばかりを扱ってきました。蜂蜜レモンはその姉妹商品となる、蜂蜜レモンサイダーとともに、出荷数が大幅に伸び、2003年に生産は終了されましたが、今でもその人気は冷めやらぬものとして、また復活を願っている人も多いとか。次は、ペプシコが販売していることで有名なソフトドリンク、ミリンダのご紹介です。もともとスペインでフルーツ風味の炭酸飲料として発売されていたもので、輸入品として出回ったことが人気を呼ぶ大きなきっかけとなりました。そしてミリンダが日本に出回るようになってからは、主に映画館やボーリング場で販売されていることが多くなり、楽しい思い出と一緒にこのミリンダを飲み、周りのみんなと共有し合って飲んだ味、というのがこのミリンダの大きな魅力の一つになっているでしょうか。その味にもたくさんの種類が用意され、オレンジやグレープ、レモンライムやメロン、さらにストロベリー、プラム、バニラソーダ、ブルートスカッシュ、パイナップル、メロンに炭酸を加えたメロンソーダ味など、たくさんの人に愛されたいくつもの味が、その思い出と一緒に、蘇ってくるかもしれませんね。さてお次は、知る人ぞ知ると言えるかもしれない、アップルウーロンソーダのご紹介です。基本的には、アップルジュースにウーロン茶を混ぜ、それをソーダで割って炭酸飲料のテイストでシュワシュワ飲めるという、かなり変わった形のジュースでした。一般には缶入りで売っており、当時はどこの自販機でも簡単に買って飲めるという商品でしたが、今では販売が終了しており、
幻のジュースとして皆さんの記憶に留まっているでしょう。あなたはプルグロンソーダを飲んだことがありましたか？もし飲んだことがあったならそれは貴重な経験で、今ではどのドリンクの味にも似ていない、それこそ幻の味を吟味したということになるのかもしれませんね。さてお次はチェリオコーポレーションから販売されていたあの人気ドリンク、スイートキッスのご紹介です。スイートキスといえば独特のロゴデザインで覚えておられる方も多いでしょう。スイートキスと英語で表記されたロゴがペットボトルや缶の表面に記載され、その文字のちょうど中央に女の人の唇がキスする形にデザインされたあの独特のイラストとその印象。スイートキスは1982年に主に関西で市販されていたセブンアップ飲料を中心とするセブンアップチェリオ系ボトラーから発売され、当時の CM ソングには戸川純さんがボーカルを務められていたことで有名なあのロックバンドゲルニカの銀鱗は歌うが採用されていました。このスイートキッスの人気は瞬く間に伸び、それからロングランヒット商品として40周年を迎えるほどの人気商品に成長。爽やかな風味とともに蜂蜜の甘みが絶妙に絡み、喉越しもよく、子供から大人までがその味を十分に満喫できるオールマイティーな商品でした。さてお次はカルピスソーダのご紹介。もう多くを説明する必要もないほど有名なこのカルピスソーダですが、皆さんにとってこのカルピスソーダはどんな思い出を連れてくるでしょう。カルピスソーダはカルピス株式会社とアサヒ飲料が製造販売していた乳製炭酸飲料で、発売された当時のキャッチコピーは喉越しすっきりというもの。1972年にカルピコプラムソーダが試験販売された後、その翌年の1973年にカルピス食品工業からカルピスソーダが缶入りに 150ml の形で販売されたのが始まりでした。このカルピスの CM には本当に多くの有名人が出演されていましたね。1981年には当時大人気だった薬師丸ひろ子さん、82年には三田ひろ子さん、そして伊藤舞子さんなど、可愛らしくはつらつとして爽やかな印象を持つ有名タレントが多く起用され、カルピスソーダの人気ぶりは瞬く間のうちに広まっていったのです。次はこのカルピスソーダとほぼ人気を二分するほど有名で、その味も国民的に愛されていたキリンレモンのご紹介です。キリンレモンの歴史はかなり古く、キリンビバレッジが1928年の3月から製造販売を開始した国民的な飲料でした。あのレモンの爽やかな味が口の中いっぱいに広がり、炭酸が加味されていることから子供に限らず大人も飲める飲料として人気を集め、実に戦前戦後を経る形でこのキリンレモンの人気ぶりは国民中の間に広まりました。あなたにとってキリンレモンの思い出といえばどんなものがあるでしょう。さてお次はジャワのロゴでも有名なあのシンビーノのご紹介です。シンビーノはホツカ食品から販売された清涼飲料水のブランドの一つで、もともとは1983年に発売されていた炭酸飲料の新ジャンルとして企画されていたものでしたが、90年以降は砂糖や香料を全く使用しない茶系飲料として生まれ変わり、シンビーノジャワティーをメインにしたティーテイストの感覚で飲める飲料になりました。1983年にリンゴ味の炭酸飲料として発売されて以降、今のジャワティー系ドリンクの売れ行きを維持する土台を培った先駆け的な商品として認められています。このシンビーノの売れ行きからさらに注目され始めたのがジャワティーストレート。このジャワティーストレートのブランドは今でも人気が衰えることなく、その味を愛していた人たちがどれほど多かったことか、その様子が世情からも普通に見られることでしょう。ジャワティーストレートはインドネシアジャワ島生まれの茶葉を 100% 使用した無糖無香料のストレートティーで、午後の紅茶系列で販売されていたあのストレートティーよりもさらに甘さを抑えたすっきりテイストのドリンクでした。ジャワティーそのものが健康にとても良いという魅力を兼ね備えていたのもあり、こちらも男女ともにその人気を集めつつ、やはりロングランヒット商品としての土台を十分に備えていましたね。このジャワティーストレートの人気ぶりもやはりシンビーノの人気と相乗効果する形で、シンピーノとジャワティーストレートが
ほぼワンセットの印象で人気を集めたことも、今となれば懐かしい思い出の一つです。さてお次は、ビター&レモンのご紹介。ビター&レモンは先ほどご紹介しました。カルピス製造から同じく販売されていた炭酸飲料で、甘さがほとんどなく、柑橘系の醍醐味を全面的に押し出したような、苦味を生かしたビタードリンクとして、国民の多くに愛された一品でした。CM の中でも、レモンの苦さを生かしたビタードリンクと大々的に紹介されており、特に苦さにハマる人には、たまらないドリンクとなる上で、それまでの他のソフトドリンクや炭酸飲料に比べ、確実に一線を画していたスペシャルドリンクと認められたのは、おそらく言うまでもないこと。次は80年代に人気を集めたあの黒い缶紅茶、そして伝説となっている紅茶飲料、テスのご紹介。テスはかつてサントリーから販売されていた紅茶飲料のソフトドリンクで、味わいとしては程よい甘さの後に少し苦味が追ってくるという、ちょっと大人テイストの一品でした。少し高級感漂うテイストにもなっており、こちらは男性、女性問わず人気を集め、おやつの時間、パーティーの時、またみんなで集まった何かのイベントの時に、その味わいが楽しまれていたという、やや伝説的な飲み物となっているようです。あなたはこの、テス、を飲んだことがありましたか？さてお次は、おそらく誰もがご存知の、あの有名なドリンク、コカ・コーラライトのご紹介。コカ・コーラライトは他のコーラ飲料と同じく、ザ・コカ・コーラカンパニーから、製造販売されていた商品の一つで、1984年に発売が開始され、低カロリータイプのコカ・コーラというのが大きな魅力の一つ。コカ・コーラは1982年にアメリカで大ヒットしたドリンク商品でしたが、日本にやってきてからはその人工甘味料の味が日本人にどうしても合わないところがあったようで、日本コカ・コーラはその国民ニーズに応えるべく、その味とカロリーに配慮した新しいタイプのコーラの開発に着手していました。そこで生まれたのがこのコカ・コーラライトで、低カロリーなのはもとより、その味も日本人向けにややマイルドにされた上、喉越しも比較的良く、少しあっさりした感じに仕上げられていたのが大きな特徴。1999年にその販売が終了されるまで、コカ・コーラライトの人気ぶりはずっと維持され続けていましたが、他の商品との競合によりその姿を消す形となり、今後また新しいコカ・コーラライトに代わる商品が生まれるのかもしれません。さて次は、こちらも国民的な人気を誇るあのブランド、ポッカコーヒーのご紹介。ポッカコーヒーは、ポッカ札幌フード&ビバレッジから販売されている缶コーヒーの一つで、1972年に発売が開始されてから、その人気は瞬く間に伸びてゆき、今でもその味が忘れられないと言った人は多くいることでしょう。2022年には、初代ポッカコーヒーの発売から50周年を迎えることになり、北海道日本ハムファイターズ監督のビッグボスこと新庄剛志さんが、コーヒーイラストのデザインと監修を手掛けられたというのも有名なエピソードで、今でもポッカコーヒーの人気ぶりが全く衰えていないことを全国に知らしめた、そのきっかけにもなりましたね。ポッカコーヒープレミアム、ポッカコーヒーセレクト、デミタス、キリマンジャロブレンド、オネスティ、カフェオレヤム等など、その種類も実に豊富。80年代から90年代前半にかけての CM では、あの柴田恭兵さんが CM キャラクターとして起用されていたことも有名で、その恭兵さんの顔がぐわっと変化して、あのポッカコーヒーの表面デザインを飾る男の人の顔になり変わるなど、その CM の思い出と一緒に蘇ってくる人も多いのではないでしょうか。さて皆さんは、生麦生米生卵というドリンクをご存知ですか？生麦生米生卵といえば、早口言葉の文句として有名ですが、その昔、この名前でごく短期間、発売されていたミルクセーキ仕様のドリンクがあったのです。その表面デザインには、落語家のようなキャラクターが描かれており、そのキャラクターがセリフで言ってるような形で、生麦生米生卵と記載されている、かなり変わったドリンクでした。発売元はキリン製造で、1980年代に発売されていた、この生麦生米生卵は、わずかワンシーズンで消えてしまった、と言われるほどの、その意味で伝説的なドリンクとして有名になりました。皆さんは、この、生麦生米生卵、という、ジュースを飲んだことがありましたか？お次は、
かつてとても人気を誇っていた、今や伝説となっているあのジュース、プラッシーのご紹介です。プラッシーは、武田薬品工業から1958年に発売が開始され、その製造元は、武田薬品工業の子会社である武田食品工業が賄っていました。プラッシーはみかん果10入り飲料が基本とされ、それにビタミン C をプラスしたことから、その内容にちなんで、プラッシーと名付けられていた様子。当初はオレンジのみの発売でしたが、それから売れ行きを伸ばす人気商品となり、トマト味やグレープ味など、様々なバリエーションのテイストで、国民の間に多く出回っていましたね。発売当初はすべて瓶入りの形で販売されていましたが、後年になって缶入りのものも普通に販売されるようになり、その人気ぶりが衰えていないことを、その売れ行きから証明していました。それからさらにバリエーションが富むようになり、瓶入り缶入りペットボトルの3種類で販売され始め、その味の種類もオレンジをはじめとし、つぶつぶ果10入り、グレープ味、サワープル、往年のトマト味、そしてレモン味など、少しでも国民ニーズに応えるためにと、その製造の幅を広げ続け、特にみかん果10入りのオレンジ味はふっと人気を誇り続ける安定した一品になっていました。プラッシーはまたメディアにも多く登場しており、1959年から放送されていた冒険活劇番組、月光仮面や、1968年から放送が開始された TBS 系列の特撮テレビドラマ、今でも伝説的な人気を誇るつぶらやプロダクション、制作の怪奇大作戦などの作中で何度か登場しており、当時どれほどプラッシー人気が高まっていたかなど、そのあたりの光景、情景も伺えるでしょう。ですがやはり時代の移り変わりとともに、他のドリンクメーカーとの競合の影響もあって、このプラッシーは2023年の10月に製造が終了され、今や伝説の味となって、多くの人の心の中に宿り続けています。さてお次のご紹介は、ウィズユー、スイカソーダです。このウィズユー、スイカソーダは、ちょうどバブル期に差し掛かった頃に、キリン製造から販売された人気ドリンクで、当時はスイカ味のジュースが結構珍しかったのもあり、その意味で急激に人気を博し続けた、という結構変わった経緯の持ち主でした。1987年に販売が開始された、このスイカソーダは、その名の通り、味はスイカの味で、無果汁ながら、その風味がとても親しまれていた伝説の一品。キリンビール時代には、ウィズユシリーズの一つとして人気を集め、2010年には 500ml ペットボトルで復活を遂げ、さらに多くの人から愛された。こちらもロングランヒット商品の一つとして有名。このスイカソーダは今でも販売され続けており、Amazon や楽天などの公式通販サイトでも、なお再注目され続けているという、根強い人気のヒット商品でもあります。皆さんはこのスイカソーダを飲んだことがありますか？スイカというだけで美味しそうな風味が口の中に漂ってくるのも、このスイカソーダの大きな魅力と言えそうですね。さて次は、あのウェストコーヒーのご紹介。ウェストコーヒーは1987年から92年にかけてサントリーフーズから販売されていた人気のコーヒー飲料、いわゆるボスコーヒーがこのウェストコーヒーの後継ブランドとして発売されていたのは多くの人も知っているところで、基本的にはオリジナルブレンドコーヒーの味が大きな魅力の一つにされていた正統派のコーヒー飲料でした。ベストコーヒーはボスコーヒーが発売される前、その前衛的なコーヒー飲料として人気を集め、1987年に発売されてからずっとその人気を維持し続ける根強いヒット商品として知られていました。香りが強く、苦味や渋みのある本格的なレギュラーコーヒーの味を追求するというのがこのウェストコーヒーのコンセプトに掲げられていたようで、コーヒーをこよなく愛する人にとってはたまらない一品になっていたことにもうなずけますね。さて次はスポーツドリンクとしても有名だったあのゲータレードのご紹介。ゲータレードはもともとアメリカのストークリーバンキャンプ社が製造販売を手掛けていた清涼飲料水で、世界70カ国以上に輸出されており、その経過の通り、世界的に有名なスポーツドリンクとして認められています。その原材料には塩化ナトリウム、クエン酸、香料、砂糖、リン酸カリウム、
グルタミン酸ナトリウムなど基本的に体に良いものばかりが含まれており、まさにスポーツドリンクの草分け的存在として一気に人気を高めていました。日本では1970年の4月に大正製薬から販売が開始されており、当時はスクリューキャップを使用した 250ml のガラス瓶入りのものと粉末タイプの2種類がありましたが、それからわずか1年ほどで販売は中止とされ、発売当初はその名が全国に知れ渡ることはほとんどありませんでした。ですがその後2000年を超えたあたりから再注目されるようになり、その売れ行きは次第に伸びていくことになります。ですがやはり時代の変遷の下で他のスポーツ飲料との競合により、ゲータレードは2015年にライセンス生産が終了し、実質日本での生産は終了を迎えることになったのです。さてお次はつぶつぶオレンジのご紹介。この名前を聞いただけで、あれかと思い出す方も多いでしょう。顆粒、酸味料、香料、ビタミン C、塩化カルシウムなど、こちらも体に良い成分がいろいろと含まれており、飲んで美味しいオレンジの美味感と平均して25キロカロリーとやや低カロリーの内容でもあったので、女性男性を問わず非常に多くの人から親しまれていました。つぶつぶオレンジはコカ・コーラ社の果汁入り清涼飲料の製造を手掛けるハイシーから発売されていた商品で、 C はビタミン C のことを指す上、ビタミンが多く取れる果汁飲料をそのコンセプトに大きく掲げていました。ハイシーシリーズのドリンクの歴史は結構古く、1940年代にはすでにアメリカで販売されており、日本にやってきたのは1973年のこと。それから様々なフレーバーの飲料が用意され、その中でつぶつぶオレンジ、みかん混合のヒット商品も生まれたのです。当時果肉入りのジュースというのはやはり珍しいもので、誰もが一度は飲んだことがあると言えてしまうほどの一品。あなたもおそらく子供の時飲んだことがあったでしょうか。さてお次はあの黒と白の表面デザインで有名だったサスケのご紹介です。サスケは1980年にサントリーから販売された炭酸飲料として多くの人気を集め、当初はコカ・コーラに対抗する商品として非常に注目されていたものでした。ですがそれまで盤石な土台を築き、すでに人気が定着していたコカ・コーラには勝てず、翌年の1985年にはその販売が終了になってしまったという、こちらもその意味でやや伝説的なドリンクとなった経緯を持ち合わせています。中身はコーラと同じような黒褐色の炭酸飲料で、リン酸とカフェインが含まれていない点がコーラや他の炭酸飲料とも違い、この特徴は飲む人の健康を考えてのことだったようです。ジェリー味や柑橘系のフレーバーを加味することで子供からの人気も詰めようとしていたようですが、味そのものがあまり支持されていなかったようで、1年足らずで市場から撤退するという少し残念な結果に終わってしまいます。ですがその商品名とともに、今でもこのサスケは多くの人の記憶に留まり、また復活を願う声もちらほらあるとか。あなたはサスケを飲んだことがありますか？コカ・コーラに対抗した味と聞くだけでちょっと飲んでみたい味になってしまうのではないでしょうか。さて次は LB のご紹介です。株式会社 LB から販売されていた主に乳酸菌飲料やチルド飲料のことで、おそらく皆さんも子供の時に一度は飲んだことがあるかもしれない、そんな懐かしい飲料を販売していました。基本的にはアック入りのジュースが多く、乳酸菌飲料ながら柔らかなデザインのもと、子供受けしやすい色合いが印象的でしたね。快眠ドリンクや桃水、 100% オレンジ、 100% アップル、フルートセレクションなど、今でも通販サイトなどで買える商品として国民から愛されています。ですが2017年に株式会社 LB はその株式をポラリスキャピタルグループが 100% 取得する形で撤退しており、従来の LB 飲料としては販売されていないのが現状です。ですがその味が残されているというのはやはり嬉しいことですね。さて次はウィーリーのご紹介です。このウィーリーは1987年にポッカコーポレーションから販売された清涼飲料水で、
もともとは中国で開発されたスポーツドリンクをベースとしながら、中国産の植物エキスが配合されているというのが大きな特徴として知られていました。こちらもその成分はスポーツドリンクをメインにして作られていたもので、中国河北省にある保健開発食品メーカーがオリンピック選手の肉体強化と健康促進を目指して作られたというかなり壮大な背景も持ち合わせています。当時は缶入りで発売されていたのが主流で、その表面デザインは白地に大きく赤い文字でウィーリーと書かれてあったのが印象的でした。1987年当時のウィーリーの CM では人気歌手の今井美樹さんがその CM キャラクターに起用されていて、昨晩のお酒が残っている今井美樹さんはウィーリーを飲むことにしましたなど、面白いコピーも一緒に伝えられ、皆さんの記憶にも残っているでしょうか。植物エキスによる酸味とすっきりとした甘みが混ぜ合わさって、当時の他の飲料と比べても結構珍しく、その味が定着するかどうかはやや見切り発車のところもあった様子。しかし販売実績としてはあまり芳しくなく、その独特の味に飲む人の好みが分かれた様子で、ウィーリースポーツと名前が変更されリニューアルされた時期もありましたが、1990年代前半にウィーリー派その姿を消しました。あなたはこのウィーリーを飲んだことがありましたか？やはり少し珍しい味でもあったので、一度飲んだらその味が忘れられず、心の片隅にそっとその当時の記憶として残っているのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか？少しでも皆さんのお役に立つことができれば幸いです。これからも視聴者の皆さんに役立つ情報をどんどんお届けしていきます。当時の思い出を振り返って、あんなことこんなことを思い返せましたでしょうか。少しでも懐かしさを感じて楽しんでいただけたなら嬉しいです。このチャンネルでは他にも昭和の懐かしいものを振り返っていますので、ぜひ他の動画もご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。